ご視聴ありがとうございます。日焼け屋の花澤です。本日はこちら経絡ストレッチ&リンパマッサージという本を参考に、むくみや関節痛に効くマッサージとストレッチをご紹介します。まず膀胱系のマッサージとストレッチをします。オイルかジェルなどをももの裏側に塗ってください。中ズボンなどで行う場合は何も塗らなくていいです。そして体を前かがみにして両足を揃えて立って体を前かがみにしますね。そしてももの裏側に手を当てて掴むようにしてお尻の仙骨の方までさすり上げていきます。膀胱系を刺激すると排出が促されて体の水分調整ですとか代謝が良くなります。次はお腹のツボ、水分ですね。薬指がおへそのところに来るようにして指を揃えてゆっくり 1,2,3,4,5 と押してください。水分というツボで、排泄を高めたり水分調整をします。冷えやむくみのある方は特に押さえておきたいツボです。3回押してください。 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 押してください。次にふくらはぎのリンパマッサージを行います。ここではこの内くるぶしのこの体型というツボと内くるぶしから指4本分上がったところにある三陰交というツボを刺激するようにしてリンパマッサージを行います。片膝を立ててオイルを塗っていきます。そしてこのようにしてさっき示した体型と三陰交を指で当てるようにしながらこのすねの骨際に沿って上げていきますね。膝裏まで手を左右交互に動かして持ち上げていきますね。この髭のライン、脾臓の脾ですね。髭の経絡上は女性、特にその三陰交が重要なツボになるんですけれども、女性の三里とか婦人の三里と言われるように、冷えとかむくみとか、あるいは月経に関する婦人科系のトラブルなどですねに非常によく効くツボとされていまして、このようにふくらはぎのリンパマッサージを行いますと冷えやむくみ、関節痛、あるいは更年期障害ですとか肌荒れにも効果があるとされています。同じように行っていきますね。膝裏まで、足首から膝裏まで特に内側をしっかり行うようにしてさすり上げていきます。
リンパの流れは非常にゆっくりしたものですので、さっさとやらずにですね、少しじっくりと、ある程度圧をかけながらゆっくり上にさすり上げていってください。こういう形ですね。ここが体型で、ここが三陰交ですので、そこをしっかりと当てるようにしながらマッサージを行ってください。次は膝裏のツボ押しです。ここでは一宇というツボを押します。ちょうど真ん中に、膝裏の真ん中にあるツボです。ここは痛みを和らげる効果がありますので、膝が痛い方や腰痛のある方はぜひ覚えておきたいツボです。それでは実際に押していきますね。このように中指、人差し指、中指、薬指を揃えて膝の裏側に当てて、1、2、3、4、5秒間、押してゆっくりと戻します。でまたゆっくりと力を入れて、1、2、3、4、5秒間押したら、1、2、3、4、5と同じぐらいの時間をかけて離します。これを3回繰り返してください。反対の足も同じように行います。次に下半身、足全体の経絡を刺激するマッサージとストレッチを行います。息をパーッと吐いて、なるべく広く足を開きます。そして内倒し、外倒しというふうに足を前後に倒しますね。これで、下半身の経絡を全部刺激します。その姿勢のまま足首から鼠径部まで足全体をさすり上げます。ストレッチとリンパマッサージを併用することで、足全体の歪みやむくみを改善します。膝から上はこの部分ですね、肘から先を使ってさするようにすると効果的に楽にできます。足を行います。
後に太もも前面のストレッチをします。左足で立って右足の甲と指先部分を包むように持ってお尻に引きつけるようにします。経絡上では異形と非形のストレッチになります。足の甲と指先を片手で持って左足で立って右足を上げて甲と指先を右手で掴んでお尻にくっつけるようにします。これで十分伸びる方はこれでいいんですけれども、もっと伸びる感じがあるか欲しい方はこういうふうに、さらに引き付けを強くこう上げていくようにすると伸びが強くなります。でこれで不安定な方は片手を壁などについて行ってください。で反対も同じように行いますね。このようにして伸ばします。でもっと伸びるという方はここに、体を少し前に倒して、より足を高く上げるようにすると伸びが強くなります。以上です。ありがとうございました。